皆さんこんにちは西安防災部ですいつもご視聴いただきありがとうございますみんな大好き三峡ダムこのチャンネルではほぼ毎日中国三峡ダムの最新情報と気になるニュースを取り上げていますご興味がありましたらチャンネル登録していただけると嬉しいです短い動画ではありますがお付き合いのほどよろしくお願いします5月23日マスコミでは伝えられない中国三峡ダムの元凶です 超高水利委員会によると朝8時の時点で水位は152.26メートルとなっていますグラフで貯水位の状況を見ていきます昨日は152.35メートルですから9センチの低下となっていますグラフのカーブからこのまま行くと仮定すると黄色の線の範囲に着地するかもしれません中国の梅雨入りは平年ならば6月7日とのこと 今年は日本の梅雨入りが2週間ほど早くなっていることを考えると、前倒しされるかもしれないですね。ダムデータによると、上流の観測所では、流入量が下落傾向にあります。水位も連動して、上下を繰り返しつつも、かなり下がっているようですね。さて、三峡ダムの状況です。放流量は高めのようです。先週もそうですが、土曜日、日曜日は、若干、放流を絞っているようです。 毎秒2万立方メートルあたりまでピークを上げた時もありました流入量も下がってきていることから徐々に貯水位は下がることになります一方下流の武漢の観測所では流量水位ともに上昇傾向にあるようですダムの下流で雨が多いためダムの放流の上げ下げは影響していない模様。来るべき洪水シーズンへの備えとして6月の初めまでに水位を下げると思われます 直前にはかなりの急降下となる可能性がありますその6月まで2週間を切りましたダムの貯水側で見ると水位はこのあたりではないかと思われますウィンディーによるとダムの近くには目立った雲はありません直近では今後南で停滞していた前線が北上しダム周辺まで上がってきそうな予報です同じようなところで雨雲が発生し続けているようです 気象衛星ひまわりによると中国の沿岸部から内陸に雲が広がっているようです一方日本列島では梅雨の晴れ間といったところでしょうか今後三峡ダムのカバーする範囲に雨雲がかかりそうなのでダムの流入量は再び上がる可能性があります範囲を広げて見てみると中国から日本列島にかけて3000キロから4000キロに伸びる雨雲天気は西から崩れます今後に注目ですね アメリカ地質調査所によると5月22日日本時間の午前3時4分頃に中国北西部の青海省でマグニチュード7.3の地震がありました場所は長江の最上流あたりの近くと思われます震源の深さが10キロと浅く橋が落ちるなどインフラ面ではダメージがあるようです去年の大雨の時もそうですがその後、どうなったのかというところはほとんど聞こえてきません おそらく、今回も、なかったことになるのかもしれないですね。プチ情報をいくつか、取り上げたいと思います。現地映像が流れない理由は、絵面が悪いからじゃないか、という件。2020年12月から現地映像の情報が途絶えています。映像が流れないのは、映像に変化がないから、ではないかと推測してみました。 ダムといえば、大放流が醍醐味です。しかし、放流施設からの放水がない状態をずっと流しても、絵的には意味はないと判断しているのかもしれません。もう少し見てみます。中央の放流施設にあるゲートは23本あります。取水側の大きさは縦が9メートル、横が7メートルと巨大な穴になっているようです。洪水シーズンには秒速35メートルで放流されると仮定します。 すると、1秒間につき2,205立方メートルの放水となります。これまでの運用では、最大11本のゲートがオープンされました。だいたい毎秒2万4,000立方メートルになります。そして、昨年の最大放水量は、毎秒4万8,000立方メートルでした。引き算をすると、毎秒2万4,000立方メートルは、発電用のゲートを通って下流に流れたことになります。 発電用のゲートは全部で34本になりますが、水面の下に放水されるため、外からそれを見ることはできません。発電施設は定期点検、メンテナンスでローテーションされているでしょうから、仮に24本が使われていたとします。すると1本あたりは毎秒1000立方メートル。現在の放流量はピークであっても、毎秒2万立方メートルです。20本ほどの発電用ゲートが使われていると思われます。 つまり、現在、中央の放流施設からの放水はない状態ということになります。実際、5月19日に下流側の右岸から撮影したとみられる映像がアップされていましたが、中央の放流ゲートからの放水は確認できませんでした。いくつも、過程が入っていますが、毎秒2万4000立方メートルを超えたあたりから、中央の放流ゲートが使用される可能性があります。 その時こそ、現地映像の公開が再開されるのではないかと、勝手に推測してみました。なお、いくつかの留意事項はあります。中央の放流施設は、毎秒2200立方メートルとしていますが、100%開くかどうかは分かりません。90から95%のように、バッファを持たせた運用になるかもしれません。また、秒速35メートルで計算していますが、貯水位の高さによって、水圧も違うでしょうから、精度の確かさはありません。 さらに発電用のゲートの運用実績も想像の世界です。ですから、これはファンタジーとして流していただければ幸いです。三峡ダムを運営する会社はオリンピックのスポンサーの一つであるということをご存知でしょうか。三峡ダムは国有企業の中国長江三峡集団という会社が運営しています。その管轄は国務院で、 完全に国が統制しています国有企業といっても中国国内だけでなくアフリカや東南アジアなどのインフラ事業で海外進出している会社です一方北京で冬のオリンピックが開かれること自体あまり話題になりませんね三強集団はそのオリンピックのスポンサーとなっているようですどうやら水力発電がクリーンエネルギーとして注目されているのでそれをアピールしたい狙いがあるんでしょうか 東京オリンピックですら、海外からの観客を入れない方針となり、今一つ盛り上がりに欠ける現実。チベット、そして香港の人権問題があるので、北京のオリンピックの完全な開催は危ういかもしれません。三峡ダムに改修計画が出ているのをご存知でしょうか。2020年12月31日、中国で8000余りあるダムの改修計画が発表されました。 これまでに建設してきたダムの老朽化が顕著となり、改修しないと、今後、大きな被害が出る恐れがあるようです。発戦機といっても、代償様々あり、今回の計画は、中規模以上のダムが対象となっているようです。そして、三峡ダムも、その改修計画の中に含まれているようです。ダムを正式運用してわずか10年。この段階で、すでに改修計画というのは、どういうことなんでしょうかね。 1> 1万年持つと豪語していた関係者今では100年くらいに落ち着いているようですが果たしてどうでしょうかまずは現地調査を行ってから基本計画を立てて発注しそれから改修ということになりますからすぐに工事が始まるということはなさそうですがそれまで大丈夫なんでしょうか三峡ダム近辺での年間降水量をグラフにしてみました ざっくくりとしたイメージですので、すのご了承ください。年間を通じて一番雨が多いのは7月でその前後6月と8月が次に多いようですね現在5月ですからこれから徐々に雨が多くなる時期となりますここのところ足踏み状態ではありますが三峡ダムでは全体的に水位が下がりつつありますダムの建設で洪水は減ったのでしょうか結果的には依然として大洪水は発生しています 2020年は80年ぶりの大雨に始まり5度の大規模な洪水警報が発表され三峡ダムを通過していきましたダムへの負荷はさらに蓄積されているでしょう昨年23あるゲートのうち限界と言われる11本をオープンしてなんとか乗り切ったようです今年の夏も大洪水が発生するのか注目されます引き続き見守る必要はありそうです最後までご視聴いただきありがとうございます ご興味がありましたら、チャンネル登録とグッドボタンを押していただけると幸いです。それでは次の動画でまた。